Meet HPAC リサイタルホールから、今日はアジア出身の2人のバイオリニストを紹介します。香港出身のマシューは、もう3年目なんですけども、実は香港でロックバンドもやってるらしくて、自分でキーボードを弾いたりエレキギターを弾いたり、アレンジなんかもして、そういう活動もしてるそうです。もう一人のサンチルは、パックで初めてですけども、モンゴル出身のバイオリニストです。カラオケが実はすごい好きらしくて、津軽海峡冬景色が得意中の一曲だそうです。アジアから2人、世界的にそのバイオリン奏者を見てきた僕ですけれども、日本人のバイオリニストっていうのはすごくレベルが高いですね。それはもう英才教育という背景があるからでしょうけども、だけど同じアジアでも日本と韓国と中国とっていうとそれぞれ性格も違います。今日この2人が、弾いてくれる演奏でですね、何かそうしたものも感じてもらえるかもしれません。どうぞ2人の演奏をお楽しみください。皆さん、こんにちは。僕は香港から来ました、マシューです。I am Matthew from Hong Kong, and I'm a third-year violinist of the Hyogo Performing Arts Center Orchestra. What you've just heard is a traditional Hong Kong rhyme called Below the Lion Rock. It describes a Hong Kong spirit that no challenges or enemy will take us down if we are staying together and supporting each other.I hope this song will give you strength to get through this tough and difficult time. Next, I have Sanchil from Mongolia playing with me, a violin duo, Opus 49, number 1, 5, and 8. It was written by the Russian composer Reinhold Glier. We will present you a variety of sentimental, delightful, and energetic music.We all hope you to stay healthy and safe. Please enjoy the music, and we hope to see you very, very soon. お楽しみください。
正直僕も初めて聴いた曲でした。グリエールという人が作った、本来は12楽章まである曲の中から3曲を選んで演奏してくれました。まあ、彼のマシューからの説明もありましたけども、すごくこうエネルギーを感じたり、まあ、技術的にも大変難しい曲だと思いますが、とっても構成力のある演奏だったと思います。オーディションで僕がその人の人格や性格、そうしたことを、まあ、見抜けることはないと思います。だけれどもこの2人は本当に人としても、一緒にいることが楽しくて、そして、思いやりのある、そうした仲間に恵まれてて、僕自身は非常にこのパックで仕事をしていることが、幸せに思います。この2人の演奏を通して、H パックオーケストラが香港やモンゴルでも、話題になればと思います。では次回もお楽しみください。